京都戦も最後の最後で、はい、彼のゴールで勝ちましたし、清水戦は負けませんでした。まあ、そういった流れを今レイソルは作っています。でリスタートの間に今マテウス・サビオはネルシーノ監督のところまで来まして、裏追いついた、オンコントロール、ループシュートだ、塚川オフサイド、ちょっと飛び出しが早くて、まあ、それは本人の中でもあったかもしれません、はい、浮き球を使ってディエゴ・オリベイラボールキープ、逆サイドを狙う、東京先制、最後松木、渡辺龍馬ニア、センターにディエゴ・オリベイラ、渡辺大外逆サイド、バングーラガンデガシュー、まあ、本当に理想的な、まあ、攻撃ですよね。バングーラガンデガシーフはこれが J1 初ゴールになりました。ドーグラス、大南、丁寧なラストパスからエッド、ドーグラスセカンドボール、どっち、長友が上がってきます、折り返しにアダエト、セカンドボール、再び2点差、中でドーグラス、マテウス・サビオが待ち構えています。柔らかいボール、ドーグラス引きつけてルイス・フィリピー、アダエト自分でスピードがある、打ち込んだ、なかなかこの先敵陣内に入っていけません。レイソルサイド、宮で武藤、その後ろ大南、ルーズボール、アダエト先に触ったらアダエトカードが出ます。上島今日2枚目、ルーズボールに対応したんですが遅れてしまいました。アダイトン、ルイス・フェリピコントロール、フィニッシュ、移籍初ゴール、松木アウトにかかったボールがアダイユトン、横パスで阿部、ワンツー、アダイユトン、これはもうしっかり FC 東京はボールを浮かしながらゲームを終わらせるっていうところですね、はい、終わりました、3対6。